グラフィックデザイナーとは、写真、動画、絵画、イラスト、文字などを同一画面に構成する人。グラフィックデザイナーの中心的な任務は、情報を視覚的に第三者へ伝えることにある。アートディレクター、エディトリアルデザイナー、写真家などを兼ねることも多く、組版、イラストレーション、ユーザーインターフェース、ウェブデザインなども担当する場合があるが、専門職に委ねられる場合もある。 パンフレットや広告のような出版、印刷される媒体、もしくはウェブサイトのような電子的な媒体のためのグラフィックを主に作成する。ただし、厳密にはグラフィックマイナスという形容詞自体が印刷の低図案のマイナスという英語的意味を持つため、ウェブデザイナーや UI デザイナーはウェブクリエイター、CG グラフィッカーと区別されるべきものである。日本では デザインあるいはデザイナーという名称は商業目的を指すことが多いため画家はグラフィックデザイナーと区別されることを望む。横田ただりのように画家になるためにはデザイナーを辞める必要があると考えるものもいる。これは画家の方が制作に対して制約が少なく格が上であるとの思想から。橋口御用は日本で最初のグラフィックデザイナーとして知られている。 チラシより、日本香港イスラエル。ありがとうございます。